吉村雅弘、小さな会社の経営のツボ。はい、皆さんこんにちは、吉村雅弘です。今日はですね、生産性と効率性の違いということについてお話をさせていただきます。よく言われる話ですね、この日本は生産性が低いって。こういうニュースご覧になったことないですかね。あのね、日本の労働生産性は1970年代、だからちょうど50年ぐらい前ですね。そっからずっと先進7カ国の中で最下位だっていうふうに言われてるんですね。で、まあこういうグラフもあるんですけどね、いろんな国があるんですけど、日本こんなとこだよと。あとね、例えば先進主要国の生産性比較で言うと、国全体で言うと、まあ日本を100としたらアメリカは151ですよと。ドイツ147ですよと。で、これがサービス業になると、日本が100としたら、アメリカは197、もう2倍近いですよと。で、あと、例えば、卸小売になると、実は日本を100としたら、もうアメリカ、ドイツは3倍ですよと。で、宿泊業も、日本を100としたら、アメリカは258とか、まあ、こんな数字になってるわけですよね。で、デビット・アトキンソンさんっていう人がね、雑誌で、日本は生産性が低い。最大の原因は中小企業だなんてこと言ってるわけですよ。中小企業は日本の宝という大いなる幻想とかね。あとね、大企業、中堅企業こそ国の宝だとかね。まあこういうことをね、デイビッド・アトキンソンさんは言ってるんですけどね。私はね、彼に対して賛同できないんですね。まあ彼の本とかいろいろ読みましたけど、結構ね、賛同できない部分多いんですけど、ただですね、これについては一理あるなというふうに思っております。というのも、1万ドル稼ぐために必要な社員数と労働時間っていうのをね、算出したのがあるんですけども、これね、日本は29人が7時間かけて1万ドル稼ぎますよと。で、これがですね、アメリカになると実は19人で7時間でそれを達成しますよってことですね。そして、ドイツの場合は25人で6時間で達成するよってことで、結構ね、日本はね、人数もいるし時間もかかるっていうことなんですね。で、この生産性とは何だっていう話なんですけども、生産性もね、例えば労働生産性とか設備生産性ってあるんですけども、この労働生産性でいくと、厚生労働省がね、こんな風な計算値を言ってるんですね。営業利益と人件費と減価償却費、まあ、あとは動産、不動産賃料、租税効果を足して、それを、厚生労働省だから雇用保険、被保険者数なんて言ってますけども、まあ、要は常時雇用者数で割ると労働生産性っていうのが算出されるよっていうふうに言ってるんですね。で、あとね、例えばこういう計算方法も考えられます。付加価値額、もしくは生産額を、労働投入量って言いましてね、労働者数と労働時間をかけたもので、それで割ると労働生産性って出るよって、まあ、こういう計算値もあるんですけども、生産性向上なんてね、最近よく耳にされるかなっていうふうに思うんですけども、この生産性向上とは、まあ言ってみれば、一人当たりの本業の利益とか、人件費とか、それから設備投資額を高めることなんですね。まあ言ってみれば、同じ人数で利益を高める。あとは、同じ人数で人件費を高める。要は社員の、給料を上げるってことですね。あとは、同じ人数で儲けて設備投資額を高めましょうと。まあ、こういうことですな。早い話が、稼ぎ、儲けを増やしましょうっていうことなんです。で、効率性っていう言葉もありますよね。生産性と効率性、混同されがちなんですけども、この効率性というものは、同じことを早くできる仕組みなんですね。計算値でいきますとな、こういうね、計算値はあるんですよ。A かける時間は A' かける X なんていう計算式もあるんですけども、この効率性で言いますとね、3T っていうのがあるんですよ。3T ってどういうことかって言いましたら、低品、低位、低量、これをね、3T って呼んでるんですね。決まったものを置くこと、そして、決まった位置に置くこと、そして、決まった量を置くことっていうね、これを 3T っていうふうに言ってるんですね。これが効率化にとっても有効だよっていう、そういう言葉なんですけどもね。効率化は無駄を省くことです。無駄を省くで言いましたらね、トヨタ生産性方式ですね。もう世界に冠たるトヨタ生産性方式。実はトヨタ生産性方式、7つの無駄を排除しようっていうふうに言ってるんですね。どういうことかっていうと、作りすぎの無駄、そして手持ちの無駄ですね。そして運搬の無駄、そして加工そのものの無駄、そして在庫の無駄、動作の無駄、そして不良品を作る無駄と。まあ、これを7つの無駄。これをなくしていきましょうっていうのが、
トヨタ生産性方式なんですね。ですから効率化とは生産性を高めるための施策なんです。効率化イコール生産性ではなくて、効率化は生産性を高めるための一つの施策ということになります。で、生産性を高めるにはどうしたらいいかって話なんですけども、まあよく言われてるのが業務改善の 3S っていう言葉があるんですね。これは何かって言いましたら、これですね、単純化、標準化、そして専門化ですね、シンプルに行きましょう、そしてスタンダードに行きましょう、そしてスペシャルで行きましょう、みたいなね、まあこういうことになるわけですよね。あとね、3S もあれば 5S っていうのもあるんです。聞いたことある人多いんじゃないですかね。5S の徹底なんて言葉ね。製造業などの生産現場ではよくこの言葉使うんですけども、はい。整理、整頓、清掃、清潔、しつけってやつですね。これ僕も耳が痛いですけどね。あとですね、イコールスの原則っていうのがあるんですよ。これはですね、業務の目的、成果を考えて、適切な方法を検討するフレームワークなんです。で、大体ね、イコールス。こういうね、英語がね、だいたい3文字とか4文字っていうのはね、頭文字取ってるんですよ。はい、こういうやつですね。排除、結合、交換、簡素化。この頭文字を取って、イコールスという風に呼んでるんです。一個一個お話します。排除。排除で言うと、そもそもこの作業って必要なのっていうのをね、考えてみましょうってことですね。そういうことによって、不要な作業をやめるとか、不要な作業をなくしていきましょうっていうね。これが排除です。で、その次が、結合です。分業化していた作業って、これってまとめて行えないかっていうふうに考えてみましょうってことですね。例えば、分けていたものを統合するとか、分離していたものを結合しましょうっていうことですね。そして、交換です。これの作業とこの作業って順番入れ替えた方が良くない?みたいなことを考えてみましょうっていうことで、順番を入れ替え、それから代替、そして交換という風になるわけです。あとですね、簡素化ですね。これって簡素化できないの?っていうやつですね。だから、複雑な手順があったら簡素化しましょう。面倒な方法があったらシンプルにっていう風なね。これがですね、この生産性が低いと言われている日本人にとって、日本の企業にとって大事なことっていう風にね、今注目されているんです。ですからこのイコルス、省略する、そして抱き合わせる、そして入れ替える、そして簡単にすると。まあ、こういうね、4つのことを業務でね、いろいろと考えてみていただくと、あなたの会社の生産性も上がるという風に思いますので、ぜひやってみてください。ということで、今回は生産性と効率性の違いということについてお話をさせていただきました。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみください。チャンネル登録していただきますと便利でございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた。